アメリカ海軍戦略原子力潜水艦ネバダがグアム基地に入港している情報をキャッチしました。今回はこのネバダを見ながら戦略原子力潜水艦の動きや重要性を詳しく見ていきますね。ロシアのプーチンはなんか異常ですね。歴史に名を残したいのかな、そんな気が。アメリカ海軍は2022年1月2日から20日までの期間、グアム島の周辺空海域において、固定翼の哨戒機を用いた多国間での合同軍事演習、シードラゴン2022を主催、日本を含む6カ国が参加して、対潜水艦戦闘の技術を高めた。具体的には、今回のこの合同軍事演習、シードラゴン2022には、アメリカ海軍、海上自衛隊、インド海軍、韓国海軍の4カ国の海軍と、オーストラリア空軍、カナダ空軍の2カ国の空軍から、固定翼の哨戒機が参集した。シードラゴン2022では、従来までと同様に、実際の対潜水艦戦闘を想定した、模擬、戦闘訓練も、メニューに含まれており、開催国であるアメリカ海軍の原子力潜水艦が、敵潜水艦役を務め、3カ国の哨戒機がこれを探知、攻撃する実戦形式での演習を行っている。海上自衛隊からは、国産の B1 哨戒機2機と、その要員のおよそ50名ほどが、シードラゴン2020に参加したが、アメリカ海軍をはじめ、カナダを除く各国は、ボーイング社製の P8 哨戒機を採用しており、同分野でも、アメリカ製兵器の優位性は高い。そんな合同軍事演習のシードラゴン2022だったが、この開催期間中の1月15日に、アメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦の8番艦にあたるネバダが、グアム島のアプラ港へ入港したことも注目された。ネバダのグアム島入港が注目された理由は、これまで、1980年以後に、アメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が、同様の行動を見せたことは、過去に、一度しか事例がなく、極めて稀な行為であったためだ。今回の、ネバダの動きを、シードラゴン2022、と、関連付けて考えれば、同合同軍事演習における、敵潜水艦役を務めた可能性もなきにしもひずだが、基本所在の秘匿が必須の潜水艦にあって訓練参加といえ、とその動きが公表されるとは考えにくい。ことに、アメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦は、同国の核兵器戦略を担う最重要艦艇であるため、合同軍事演習とはいえ、対潜水艦戦闘訓練への参加のために、グアムに、その姿を現したとは見なされていないようだ。多くの軍事関係者の見方は、2022年の当初から、これまでにないほどの頻度でのミサイル発射を繰り返した北朝鮮への核戦力の誇示ではないかという、推察が多数を占めており、ひいては、その背後に控える中国をも、念頭に置いているので、歯止めされている。ネバダの動きに、こうした推察がついて回るのは、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が実装している、核弾頭を搭載することが可能なトライデント C4 もしくは同 D5 という、弾道ミサイルの並走ゆえのことであることは、言うまでもない。このトライデント弾道ミサイルは、旧式の C4 で約 7400km、新型の D5 ならば、約 11000km という、長大な射程距離を有しており、特に、後者は、アメリカ本土の沿海部からでも、楽に、ロシアや中国を攻撃圏内に収めている。これだけの長射程を誇る、トライデント弾道ミサイルを運用している、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦は、対アメリカ本国の沿海部を離れて、外洋に姿を見せる必要はなく、あっても、ハワイまで、程度の進出がほとんどである。
ただし、北朝鮮が多少ミサイル発射を頻発させたとはいえ、アメリカの核戦略の中核を担う、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が、急遽、今回の行動に出たとは判断しづらく、2021年下期より、悪化が懸念された、ウクライナ問題への対処の可能性もありそうだ。2024年2月24日、不幸にして、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、現実のものとなったが、ロシアのプーチン大統領は、自国が核兵器を保有する軍事強国であり、NATO やアメリカからの牽制には、その使用も辞さないかのような発言を見せている。NATO 加盟国でも、アメリカの同盟国でもないウクライナについて、アメリカは、早々に自国が軍事介入することはないと表明しており、その意味においては、アメリカの核戦力は、ロシアへの牽制にはつながらなかったとも言えるだろう。さて、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦だが、現在のアメリカ海軍唯一の同級の潜水艦で、排水量は、水込み 16,764 トン、水中 18,750 トン、全長 170.67 メートル、全幅 12.8 メートル、喫水 11.1 メートルにも及ぶ大型艦である。オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦は、1番艦で、ネームシップのオハイオが1981年に就役、以後1997年就役のルイジアナまで全18隻が建造されているが、建造された4隻目までは、トライデント弾道ミサイルの搭載から変更が加えられている。これは、1番艦、オハイオから4番艦、ジョージアに施された処置であり、24機を装備されていた VLS 中の22機を、トマホーク巡航ミサイル専用に改め、残る2機分は、アメリカ海軍特殊部隊シールズを運用する仕組みに変更された。これらの改造により、弾道ミサイル原子力潜水艦から、巡航ミサイル原子力潜水艦へと、変貌を遂げた4番艦までは、22機のトマホーク巡航ミサイル専用 VLS に、1機あたり、最大7発の同ミサイルの搭載が可能であり、最大1隻で、154発のキャパシティを誇る。これは、アメリカ海軍の艦艇の中で、最大の VLS 数122セルを装備する現役で、唯一の巡洋艦、タイコンデロ級をしのぐものであり、そうした水上戦闘艦よりも、大きな対地攻撃能力を持つ、稀有な潜水艦として、異彩を放っている状態だ。しかし、現状では、これら巡航ミサイル原子力潜水艦となった1番艦、オハイオから4番艦、ジョージアまでは、すでに、就役から40年以上が経過するため、2028年を目途に、全艦が退役を迎える予定とされており、バージニア級攻撃型原子力潜水艦で代替される見込みである。今回のネバダのグアム島入港以外にも、同じ7月15日に、同島アンダーセン空軍基地に、アメリカ海軍所属のボーイング社製の航空機、E6、マーキュリーが到着したこともあり、同機の役割が、弾道ミサイル原子力潜水艦への空中から、指揮統制を行う、機体である点も見逃せない。E6、マーキュリーは、ボーイング社のジェット旅客機である。707320型を土台としており、アメリカ軍では、輸送機、早期警戒管制機、諜報、通信防受等の特殊用途に用いられ、かつ、大統領専用機にも採用されている、機体である。E6、マーキュリーは、たかも、テイクチャージ&ムーブアウト機と称されている、特別な機体であり、アメリカ軍の核戦力を担う、
弾道ミサイル原子力潜水艦に対し、上空からその通信を中継しつつ、その攻撃の管制を行う。このような核攻撃という、極めて特殊で限定的な任務を担うため、E6、マーキュリーは、アメリカ海軍でも、総数で16機しか存在しておらず、1989年の就役開始より、1997年に、通信機器の強化を経て、今日に至るまで、運用を継続されている。アメリカ軍の核戦力は、こうした弾道ミサイル原子力潜水艦以外にも、同国本土の陸上に拠点を持つ大陸間弾道弾や、同国空軍が保有する B-5 や B-2 といった戦略爆撃機での運用の3種類が、現状でも行われている。中でも、アメリカ本土の近海に潜める弾道ミサイル原子力潜水艦は、最も、秘匿性と生存性の高い核兵器運用の手段であり、中国も、この分野に核戦略をシフトしようとして、潜水艦本体の建造や南シナ海の支配を確立しようとしている。